札幌市交通局 A820 系電車は札幌市交通局が1964年に導入した札幌市電の路面電車車両である。1964年同年に登場した A810 系の改良型として製造された連接車。A821A822 号、A823A824 号の2編成4車体。 3 3 0系以来の札幌スタイルの完成型とも言える D1040 型と共通する局面を多用した姿で登場した。A810 型と同様の片側4扉であるが、運転台両側は引き戸になり、開閉時間を要した幅 1800mm の巨大な片開き扉は、通常の両開き扉に変更された。全照灯は、 MTC 以来の二等式となったが、中央に寄せられ、飾り帯と組み合わされた。微等は A800 型と同様の角型レンズとなり、方向膜、ベンチレーターとともに、全面窓状のケーシングにまとめられた。側面窓は大型の固定式で、上部の小窓は下ヒンジの内開きとなっていた。窓の天気寸法を大きく取ったため、腰掛けには非常に小ぶりのせずりしかなく、 窓保護棒に樹脂板を当てたものを背もたれの代わりとしていた。ラッシュズ用の一部収納座席も踏襲されている。鉄北車庫に配属されて2系統に重当された後、南北分断時に南車庫に移動し、1976年に全車廃車となった。A821 号の前頭部が交通局教習所の教材として現存。また、 A823A824 号の車体が西区平和の民間施設で利用されていたが2002年に解体されている。ありがとうございます。